アルまさん、こんにちは、ズっッりレすそれでは今回なんですけども、D カードプリペイドと D 払い、使うために気をつけたいことや 3D セキュアの設定など、注意点など簡単解説ということで、今回は先日動画にさせていただきました D カードプリペイド、そして D 払いに関する注意点や気をつけたいことを3つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。 まだ前回の動画を見られてない方は下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらを先にご確認ください。それではまずはこちらの D カードプリペイド単体に関する一つ目の注意点なんですけども、まずこの D カードプリペイドを利用するためにはチャージが必要となるんですが、そのチャージ方法によって手数料っていうのがちょっと変わります。 今出てるように、ローソン店頭、電話料金合算払い、D カード、D ポイント、セブン銀行 ATM でチャージする場合は手数料無料でチャージすることができます。そして手数料がかかるのはこちらなんですけども、クレジットカードとインターネットバンキングからであれば税込み204円の手数料がかかります。このクレジットカードの場合は VJA、 オムニカード協会、加盟店各社発行のビザカード、マスターカードおよび D カードは無料となってます。で、次に気をつけたいこと二つ目なんですけども、チャージをするとき D ポイント期間用途限定のタイプのポイントではチャージができないということですね。こちらに関しては視聴者さんからもコメントをいただいてたので、僕もちょっと調べたところ、このように公式に出てました。 じゃんということで、下の赤いラインのところなんですけども、D ポイント利用に期間用途限定ポイントはご利用いただけませんということですね。ちなみに、この D ポイントには2つ種類がありまして、通常の D ポイントと D ポイント期間用途限定ですね。 この D ポイント期間4と限定のタイプは実際にどんな時にもらうことがあるのかというところなんですが、わかりやすい例で言うと、こちらの D 払いのキャンペーンですね。ま、直近のキャンペーンで言うと、先日開始したファミリーマートの D ポイントのキャンペーン。あとはコンビニで10%還元のキャンペーン。これら2つのキャンペーンに関しては、還元される D ポイントが D ポイント期間4と限定のタイプとなります。なので、D ポイントが還元されたから D カードプリペイドにチャージしようかなと思ってもできませんので、これはご注意ください。 そして気をつけたいこと3つ目 D カードプリペイドと D バレを連携するためには 3D セキュアな設定が必須ということです。まあ、前回 D カードプリペイドの動画ではこれに関するコメントがちょくちょくいただいてました。なのでそこもちゃんと解説していこうと思います。 まあ前回の動画を見て D カードプリペイドを申し込んだ方がちらほらいらっしゃると思うんですけども、まずこのカードが届いたらやってほしいことが、この本人認証サービス 3D セキュアの設定です。まあ、いわゆるそのセキュリティを高める設定なんですけども、これを設定しない限りは D 払いと D カードプリペイドを連携することというのができません。 でやり方めちゃくちゃ簡単なんですけども、まず専用のページにアクセスします。そうするとこんな風に、三井住友カードのページに飛んで、D カードプリペイドと出てあって、ここにログインとあると思います。早速こちらをタップして、そうすると D アカウントでログインする画面が出てくるので、いつものご自身の D アカウントを入力してログインをタップします。次に、宣伝画日を入力するところが出てくるので、ここでご自身の宣伝画日を入力して確認をタップ。 そうするとうまくここでログインができるので、下にスクロールをしたら、ここにインターネットショッピング本人認証サービスと出てくるので、ここをタップします。そうするとここでは、インターネットショッピング本人認証サービスパスワード登録と出てくるので、ここでご希望のパスワードとパーソナルメッセージを入力して確認をタップします。 そして、うまく設定ができたら登録は完了しましたと表示がされるので、これでバッチリです。めちゃくちゃ簡単ですね。最後に D 払いと D カードプリペイドの連携をして終わりなんですけども、D 払いのここの口座払いというところをタップして、D カードプリペイドの情報を入力したら、こんな風にマスターカードの情報がこんな風に入力されている状態になります。そして、それが完了したら、ここの次 A をタップします。そうすると、先ほど設定した本人認証サービス 3D セキュアの設定画面に切り替わるのでこ、こで 先ほど設定したパスワードを入力して送信をタップします。そしたらここにマスターカードのマークが入ればこれで OK です。これも簡単ですね。 で、d 払いと d カードプリペイドの説明は以上なんですが、先日ツイッターでエゴサーチをしていましたら、おっと思うツイートを発見しました。まあこれは多分ドコモの公式が誰かにリプライを送ってるツイートみたいなんですが、こちらですね。ドコモの公式アカウントが誰かにリプライを送ってるということなんですけども、読み上げると、こんにちは、ドコモ公式サポート古きです。コンビニ d 払いプラス 10%, 10還元キャンペーンでしたら、d 払い、カッココード決済のお支払い方法に、 カードプリペイドを設定していただいた場合もキャンペーンの対象となりますということでしたまあ、先日僕の動画でもお伝えしたように Twitter、まあの公式アカウントもこのように言ってるのでまあ対象だなということでちょっと安心しますねけどまぁ、あ 以前の動画でもお伝えしたように、僕がドコモに電話で問い合わせたときは、今は D カードプリペイドも対象ということですが、今後はどうなるかわかりませんという回答をいただいたので、まあ、他の D 払いのキャンペーンが D カードプリペイドも対象なのか、その都度ツイッターなり電話なりでサポートセンターに確認することを強くお勧めします。まあ、ちょっとお手間かかるかもしれないんですけども、もし D カードプリペイドと D 払いを連携して利用される方はそこも気をつけておいた方がいいと思います。 まあ、そんなこんなで今回は d カードプリペイドと d 払いを使うために気をつけたいことをお伝えさせていただきました。今はまあ他のペイサービスが落ち着いてきてるところを、ま、結構ドコモが力を入れてきてるところではあるので、ま、これらのキャンペーンはうまく使いたいところではありますね。ま、一応今回お伝えした 3d セキュアを設定するための公式のリンクとか、あと手数料などが記載されてる公式のリンクも下の概要欄に貼ってますので、ぜひ詳細気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとう。 ございました。